どうもボビーアートレザーのボビーです、えー、新年明けましておめでとうございます、えー、令和三年 <laughs>、ね、早いですね、えー、2021年1月1日のライブ配信です、えー、大阪のボビーアートレザーの、えー、アトリエからライブでお届けしております え皆さんねえー、今日は正月ということですね、えー、まあ家族団らんで過ごされてる方とかあ、ね、初詣にね行ってる方とかあいると思いますけどね、えー、まあ僕はですね、えー、今日はまあまあ午前中はですね、えー、あれですよ俺あのこれあのこれね見えるね、えー 家のベランダからです、ねえー、初日の出拝、ねえー、みました、うんえー、まああの都会のっていう,、まあ、もう大阪もまあね僕の小豆島出身なんですけども小豆島と比べたらやっぱり都会なんで、うん、こう建物の間でねこう向こうの方の山をの とからですヒ、ね、ューッとこう上がって、まあ、下の方にちらっと新幹線があ見えてますけどね、うん、まあもうほとんどもう7時過ぎぐらいだったかな、うんまあ、ちょっと昨日はですねえー、不意にこう寝落ちしまして <laughs> あのまあそれで、えー、まあまあ早く目が覚めたんでですね、うん、でこ、えー、んな感じでねあ坂,坂部さん ああけましょおめでとうございます。ああけましょおめでとうございます、えー。今年もよろしくお願いします。あここちらこそ、えー、コメントどんどん書き込んでやってください。ね。ありがとうございます。えー、ねもう僕も昨日はね夜まあここでまあいろいろやってましたね。で帰ってでまあちょっとこうあのテレビ見たりいろいろしながらですね、えー、寝落ちしてましたけどね。 まあで、まあ、その分、うん、まあいつもどおり、えー、朝早く起きたんで、えー、今頃まあまあそれで、えー、まあ食事ねまあ食べてでまあその、えー、こういうのねもう前前,前もって作れやという感じだけどお <laughs> 今朝起きて食事をねと取,取った後にね急い、えー、で、えー、作ってですねうんで、えー、ごあいさつというか。 年末ぐらいからあのなんか風の時代に入るとかで何のことかもあの多分詳しい方はねあの調べてみてください <laughs>。まあまああ時代がこうね去年の暮れぐらいからこう移り変わっていってる感じらしいですどうもね。 まあ、あのー、それほどねあね、のー、まあまあひ毎日毎日同じことの繰り返しじゃないので、えー、やっぱりこういろいろ変わってきてるなというのもあ,ありますね自分の中で昨日できなかったことが今日できたりとか、うん、昨日気づかなかったことにやっと気づいたりとか <laughs> で、まあ、今年はですね、えーまあ、ボビー・アートレーザーとしても個人的なことにしてもですねやっぱりこう,こういう配信をチャレンジしたわけですからあーそういう感じでですね、えー、みんながね 明るるくなれそういうねこういう配信番組をですねえもっともっとレベルを上げてねいきたいと思いますしねでまああの昨日からねちょっとインスパソコンにインストールはしたんですけどガレージバンドっていう何て言うんですかソフトがあってですねまあ音源が作れるみたいなんですねま。まだ1回も使ってないですけど やっぱりこう,こういう配信の BGM とかねなんか録音してそれをこう,うっすらこうね、えー、流なんかラジオみたいにスーッと流してね、えー、こう軽快なっていうかリズムをですね、えー、出したいなっていうのがずっと前から思っててでまあいろいろフリーのソフトとかもあるんでしょうけどもそれはちょっとねあのしっくり期間がちょっとなかったんで。 でまあ、自分で演奏できるわけでもない、まあ、まあアコースティック、まあ、最初は多分アコースティックギターとか、まあ、ハーモニカとかねそういうなんで、えーまあ、録音して、まあ、録音するのも、ね、前までテープで撮ったんですけども、ね、時代がこう <laughs> 浦島太郎みたいですけどね、えー、進化してましたんでね。まああパンパン パソコンとはもうあのそういう,う機械とは分けて今まで考えてたんですけどもおまあまあそういうふうなのはねあのその本職でやってる子らに、えー、任しはええかなと思ったりも <laughs> してますしね、うん、だけどまあ,まあ自分でできることっていうのかあイメージしたことを形にするというかそういうことはねやっぱりそのおボビーア・アトレザーの中でも必要なことだと僕も思いますし、うん、なんか何もやらなかったことの後悔よりも やってです、ね、なんかチャレンジして、えー、そこでですね、えー、気づいた方が気づいて改善してい、えー、った方がいいじゃないですか <laughs> だんだんねあのなんか腰が重くなってくるんですよ何となくねただまあ,あそれも気持ちの問題で、うんまあ、時間はね、えー、こうパパパパいけないですけど、まあ、ゆっくりになってしまいますけど まあ、あのレーザーの制作とお並行しながら、うん、そういうこともですね、えー、レベルを上げていくようなそんな一年にしたいと思いますそして、えー、この配信をやってる意味というか皆さんとですね、えー、いい感じでコミュニケーションが取れるような、うん、そんな楽しい時間を、ね、過ごせるような少しでも。 過ごせるようなそんな1年にしたいなと思いますんで、えー、2021年もよろしくお願いします。はいあ <laughs> あのコメントありがとうございます。あリカちゃん、あけましておめでとうございます。ねえ、えー、今年はちょっとねもう実家には帰れんかったけどね、うんまあ、小豆島もねとてもいい天気かな今日はね、うんまたねこういう なんてうんですかこうカメラを通してなるけどもねえー、元気でやるよるから言うて、えー、みんなに言うといて稔 <laughs> くん元気でやっとるみたいで言ってあ坂本さんあけましておめでとうございます、えー、こっちはまだ大みそかですあなるほどこっちにねあの先にあけちゃいました新年あけちゃいましたよ、うん、もう元旦ですよあのー、すっかりね、うん、まあねあねのー あ、紅白歌合戦とかそういうのはなんか同時世界同時中継うかなあれ昔からやっとるけど向こうではその大晦日の日にやってるんかな要はもし中継 NHK が中継してないったらね坂本さんとかテレビはついてるんですかうん <laughs> あのねペルーのねほど僕行ったことないですし僕ほんまにえー、ね 旅好きではなかった周りはね旅をしてる仲間は多いんですよ、うん、世界とかあ、ま、日本だけでももういろいろね何、えー、ですかカメラを持ってとかあそういうのでねさす,さすらってるわけでもないんですけど、うん、当時はさすらってましたけど、ね、みんなね。<laughs> で、まあ、今はねその中で、えー、自分の道を見つけてですね、えー、人生を,をこう 人生の旅を走り続けているっていう感じの生き,生き方をしている友達が多いですね。うん。まあ、そういう友達には憧れますけどね。うん、うん。まあ、僕はもう <laughs> わりかし出歩くというよりももともとインドア派な <laughs> 方だったんで、うん。あのー、一つのところでですね。えー、なんかこう内面の方にこう 内向きなところが <laughs> 多だから、うん、自分の中をこう,こう自分のこう思いとかそういうなのをこうほぜくり返してそれを形にするというかそういうふうな方がまあ賞に合うてるんかなと思いますけどね、うん、なんかそういう、うん、今思い起こせばそういう、うん、何十年かでしたね。ははいあどうもはじあ 斉藤鳥さんははじめまして、はじめましてですよね。あコメントありがとうございます。えー、ボビーさんはじめまして新年明けましておめでとうございます、えー。ユリカさんのご紹介でボビーさんのことを知りました。あどうぞよろしくお願い申し上げます。ねホトちゃんあホトちゃんって言うんですねホトちゃんありがとうございます。ねあそうだねあのユリカさんねあのー、ねこの間あるんですよあのー。 初めて、ね、こうオンラインのズームの,の忘年会みたいなのがやって,てその時にまあ,あの余興は班みたいな余興担当みたいなもんですから僕なんかね、うん、それであのまあ,あのこうギターがねあるでしょでこうねなんかこれね歌って,いくっていう感じでねみんなで言われたからねちゃかちゃかとねそういう時思いましたよ自分の何ですかあ役割っていうあるじゃないですかなんかこうその時その時のね 向き不向きもあるけどもでまあそのなんかこう気軽にパッとできるようなことでえねその場を楽しむことができるんやったらと思ってね僕の場合やったらこういうギターを弾いてえねあの演奏するっていう歌を歌うとっていう方があねそれやったらまああのそんなに <laughs> あのすぐにできることなんであの考え込まなくても。 それで、えーね、その時間をです,、ねまあ、すごく喜んでもらってです、ねえー、ほんまに、えー、よかったなってあのあそ,うそういう時に思いましたねあのなんかこうそこで成功あの何で、ね、歌で成功しなきゃとかあそういう思いはそれは10代20代の頃夢とか多かったですけどもよくよく考えてみたらそれを、まあ、僕はそう職業には、ね、音楽はできなかったですけどお 今でもそういうふうなことをやったときに演奏したりとか、ね、ギターを持ってねそこの場に喜んでくれる人が必ずいてるっていうことをね、うん、あの求めてくれる人が少なからずはいてくれてるっていうことが本当にね、えー、いろんな場所行く行ってねこうギターぶら下げてね行くことにそれはあ感じます、うん。音楽と出会ええてててよかかっっったたななギターを10代の頃覚えてねよかったな えー、本当に思います。そのね、そういうなんか野心というか思いみたいなのがいう形を変えて今あボビー・アートレザーというこのねレザーの方に力をパワーをですね注いでいるようなあそんな気がしますね。思いは変わらないです。うん、その十代の頃のギターをー弾き始めてね、こういう正月とかでも年末も関係なしに、えー、ね。 じゃか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 こう弾けないフレーズをなんか練習するわけですよ。それが知らん間に弾けるようになって人前で演奏できるようになってうん,ねえなんかこうステップアップするのが楽しくてそれで喜んでくれるのが嬉しくてねうんそれが夢に変わってえねえなんていうんですか <laughs> そんな感じでね。 うん、その中でいろんな出会いがあったり、えー、悩みもあったり、えー、しましたけども、その時になんか壁にぶつかったことがとかね、そういうようなことがあ、今に生きているようなそんな気がしますね。はい、<laughs> まあそんな感じですね。あ、あ坂本さん、あボビーさんは誰かの人生を作っていますね。いえいえ、<laughs> 僕が作られてますよ。本当に思います。 あのー、去年1年間を、ね、ふっと振り返ってみてもですね、えー、僕が一人はこういうふうに思ったりとか考えたりしてもそれはもうなんだ独りよがりにしかならないし、うん、まずねあのこういうふうなものを作っていただけますかとかこういうのうになできますかとかいうそういう、ね、ご依頼があってそこで一緒に考えながらです、ね、知恵をこう絞ったりね。<laughs> もう そういういねご相談いただいた方にこう何ですかで、ね、も期待位置を超えるようなものをすでに僕らも繰り出していかなきゃい,いから <laughs> だからねなんかそういうふうな感じでなんかこういっぱいこう、ね、いろんなお題を頂い,いたりというかあ、ね、ご相談とかそれを形に、ね、するしていくことで,ことで、ねえー、精一杯ぱいな。<laughs> 1> 1年でん、ね、かそれが僕のやりたかったことのような気がしますしやっとボビーア・ドレザーでねこういうふうなことをしながらまあまあまだ早いそんなに経ってないんですけど何年かなそれでも10年そこらへぐらいですけどねやっとなんかそういう感じでね、えー、僕のことを知っていただいたりとかしてですねあので声をかけてもらってまあ あのそれにね応えるようにはただ、うん、もうほんまにあれですよお、まあ、ほんまにあのオーダーとかももちろんそうですけどオーダーとかでなしにねあのレザーの相談とかね、うん、あのお手入れの相談とかね、うん、たまに電話をいただいたりとかね、うん、であの僕もそれで、えーね、困ってる人ほっとけないじゃないですか直接ね、うん、あのこう相談に来られて。 うん、だからあ、ねあの「どこでこれを買えばありますか?」とかいうお僕もお僕なりに調べてですねメールで、えー、送ったりとかねあのここのサイトがあのやったらあの買えますよとか、うん、こういう場合やったらあのここがあの向いてると思いますとかね <laughs> そんな感じでねあの、うん、そ,そんなの繰り返しですね毎日がね。うん まああのー、作品的にとかそういうねあのボビー・アトレザードブランド的にですねあのー、なんていうの声かけにくいような <laughs> ねあの割といかつい作品作ってますんでね <laughs> うん多分その人は最初躊躇すると思うんですよね。ううんなんかこういうこいいと聞いたら おね、職人さんやから怒られるんちゃうかなとかね、うん、<laughs> それはねやっぱりこうねあのなんかそれでね、まあ、こういうふうなあ配信をね少しでもしてたらあねあのまあ,あの連絡してみようかなとかね、うん、ちょっと電話してみようかなとか。 ああそういう気にもな,、ね、なってくれたらなと思いますし、うん、あの <laughs> 割とね、うん、なんかそういうな,なんかこうその辺の近所の雰囲気、ね、近所にその辺にいるう人のような感じでね、えー、親しみを持ってもらえればなと。<laughs> 思ってね、うん、この配信がそういうふうなの要素に一つでもねそういう不安を払拭できる要素の一つにでもなればあ僕もやってる甲斐がありますしねこういうことねはい <laughs> そんな感じでねああいろいろぞろぞろあのスクロールしたらあコメントがあったんですねあ,ありがとうございます。あリカちゃんありがががとう良いいいいお天気でですす風風強くて寒いです寒いよね <laughs> 風すごいやろ

私も歌うことで皆さんに喜んでもらえることで幸せを感じます。去年はほらなんかその声を出すとか歌うことがですねあの感染につながるとかねいろいろあって良かれと思ってなんか気持ちがウキウキするようなねそんなこう 楽しい時間を過ごすにぴったりなこの歌うこととねそれがですねなかなかねあの厳しい時期でしたけどもねやっぱりねあの腹から声を出すとかそういうことはあの僕はすごくいいことだと思いますね。元気にもエネルギーもみなぎりますしそのーヨ波っていうかその波動がきっとね効いてる側というかその ね、その空間というか、そこに伝わると思うんですよ。うん、ゴスペルいいですね。うん、あの、憧れますね。うん、あの、圧倒されるでしょうね。ゴスペルってね、なんかこう、いいじゃないですか。天使にラブソングをみたいなね。うん、僕はもう割とね、あの人とつるんですることがなかなかなくてね。うん、何でも一人で。<laughs> こうギターも一人でできるからギター持っていうような感じだし、うん、まあ、まあ、いろいろねあのいろんなバンドとかねそういうのをもう好きなんですけどね、うん、なんか一時期、ね、バンドを組んだりもしましたし、うん、やりましたけどね、うん、活動もねけど今はねこうギター一本あったら何な,な,なりとできるからね。うん、だから僕にとってはもう すごく、まあ、あ,いある種相棒ですねこのギター一本がね、うん、はいそんな感じで今日は新年ね、えー、このお元旦のお,、ね、お忙しい時間というか、ね、そういう時間に一、えー、日目にね年の初める一日目にコメントとかね、えー、いろいろこう温かい気持ちにさせていただいて本当に心からありがとうございます。 えー、2021年、えー、またね、えー、ほんまに光り輝けるようなそんなあ1年になることをです、ねえー、願っております、えー、またお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイあいろいろあ,ありがとうございますあ坂本さん YouTube でカラオケ出してえっ、うん 反,え反,外出反外出の場所で熱唱してたらあの日本人は何をしてるの面白いねってペルー人たちが笑っていたらしいです。<laughs> いややっぱりね声出すら、ね、あの何語でもええと思うあの結構伝わるよね、うん、その様がええ <laughs> と思うで、ねうん、いや本当にね今年もね、えー、1年ね 今真夏なんやね、坂本さんのとこね、うん、夏の暑さに、えー、気をつけてね、えー、もうくれぐれもね、もう健康でもうね、もうあ,あの心も体もですね、健康でそんなあ一年をね、過ごせる過ごしていければなと思いますね。はい、えー、ありがとうございます。それではああたってボビーでした。じゃあね、バイ。